い、どうも、ゼロプロです。よろしくお願いいたします。ポッラブライブは何くらいかやってったら、キャラを見なくても絵描けるじゃねはい、キャラの絵を描けるんじゃねということでね。今日は、お互いに6人描きたいと思います。はい、でも、好きなキャラを描いてしまったら、公平じゃないし、簡単だと思うので、ルーレットで決めたいと思います。大事なのは、キャラの特徴をしっかり捉えて公式のグッズじゃんっていうぐらいしっかり書くことが条件です。ハードル上げすぎてないですか？それぐらいできないとダメ。ようちゃんと花代の違いぐらいつけなきゃダメ。しっかりと自分の画力を愛でカバーしてください。はい。で、お互いに何のキャラを書くかはわかりません。それ何々って当ててもらえるまで終わりません。注目。それではやっていこう。レッツラブライブ。じゃあまず私から決めます。はい、この子です。誰かわからないようにもう一回回しとくね。え、後ろ見ちゃダメだよ。うん、ストップ。マジこの人です。え、皆さん今ご覧になられた通りミューズだけではありません。だってラブライバーならその周りのキャラをもラブライブの一つの物語としてねしっかり愛しているのがほとんどの人はそうだと思うので。はい、はい、うん、よーいゼノプロ2人はね、そんなに画力がないからね。ゼノはまだない？ある方でもなくない？僕、うんこだよ。うん、そうなんよね。やばい、なんかここにこんなんつけとった気がするな。いや、違う、これ、違う。誰これ？私、まずこんな感じ。結構特徴捉えてると思う。いや、僕も今、とりあえずこんな感じ。まあ、自分なりに今んとこ頑張っては見とるけど、まあ誰が見ても下手くそすぎ。何がブスなんだろう、これ。じゃあ、まず私から。はい、お願いします。せーの、はい。え、めちゃめちゃうまくね？髪型とか頑張ってみました。お、めっちゃ上手。はーい、はい、星空凛ちゃん正解だ。いや、これは間違いようがない。え、うまっ。え、こだわったポイントどうかな。こだわったポイントは凛ちゃんといえば、うん、この真ん中の髪の毛の横こうなってる、うん、あれを出したくて。はいはい、いや、いいと思います。作戦通りだよ。イエーイ、上手。ありがとう。じゃあ続いては私。うん、いや本当にみんなにふざけとるって言われるかもしれんけど、うん、マジでふざけてないから本気で。こちらいや、ちょ、もうマジ恥ずいから顔出せんもん。何まで言っていいんすか、これ。え、何も言っちゃダメ。何も言っちゃダメ。絵だけで伝えなきゃ。翼さんじゃないらしい。これ以上どう近づけろって言うんだ。こうか、もっと長いか。あ、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 来た来た来た。自信の一歩、いきます。はい。あー、わかった。アリサ正解。おー、アリサか。いや、前髪あるよ。え、前髪アリサ。アリサ、前髪アリサ。ほら。あー、まあ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 、こうだったかな。そうそうそう。あ、これ私の次カッコはこの子です。マジ？いきまーす。肌きっとの。あー、簡単。3秒ぐらいで描き終わりそう。いやー、うまいなー早くしてくださいよー、ゼノン先輩。はい、行きました。いや、僕簡単だから今回僕からでいい。いいよ。じゃあ僕の描いたキャラクターはこちら。じゃん。え？わかるよ。もうちょっと特徴あるじゃん。いや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 、トライマクリングでしょ。しいたけ。正解。他何ある、これ以上。私の、え、違う違う、何あるってこれ以上。まあいいよ。ああ私のキャラはこちらです。しいたけ。どっちもかい。え、頭こんなペコペコありましたっけ。あった気がする。え、これもあったよ。でも僕書くとこれチンチンになっちゃうからさお前チンチン愛で避けようとしてこれつけたろ。え、違う違う、チンチンじゃねえか。ちげえよ。あれ、ヒゲない。ヒゲなくなかった。え、ちょ、答え答え答え。いや、待って、そこそこやろ。え、だってライラプスも入れたんだよ、私。あ犬かぶりしてさ、シイタケでかぶんの。なんでそのさらっと次進むのかがわかんない。いや、でも次が一番あれだよな。ポケモンダンジョンやりたい。それでは、私の描くキャラはこの子です。わかりやすい子こい。あー、難しくない？じゃあ僕も行きまーす。誰？なんとも言えねえ。いや、僕はね、実はパッと出てこん部位がある。やばい、髪型わかんない。どうしよう。今んとここんな感じ。まだ大雑把にしか。僕の描いたキャラクターはこちら。
刹那。正解。わからん。髪縛っとったっけ。サイドテールみたいなのあったはず。ちょい釣り目で笑顔がはじけとる感じ。いや、これはね、僕正直わかりやすいキャラ引いちゃったなって思った。お願いします、ゼノンさんの上手なやつ。伝わるかわかんない。マジでわからん。なんか小鳥ちゃんかと思ったんだけど。いや、インム君にスナイパーライフルをいかに持たせるかっていう研究してるわ。これで伝わんなかったらどうしよう。ここにあれ書いとくか。はい、はい。小鳥ちゃんじゃなくて小鳥ちゃんっぽくなっちゃうの。しずくちゃん。違う違う。分かんない。何で表現したらいいのか分かんないよ。ここっていうポイントが伝わってないんだろうな。なんか悪役みたい顔になっちゃう。私は画力ないからこれくらいしか出せません。はい。なんか変わった。目をうまく描いた。え、どこまで言っていいんだろう。いや、絵だけで当てんなんから聞くとかないよ。切算。正解。正解。もうさ、切算かぶったからさ。あ、そういうこと。分かってもらえないだろうなって思って。お、並べると見えるやん。え、髪の毛こんなんだったっけ。あ、縛ってる。いや、私的になんか刹那の前髪ってなんかちょっと変わってるなって思ってて、ここが私的にポイントだったんだけど。エンジェっぽ。エンジェだね。エンジェだね、完全にね。いやー、でも分かった分かった。なんで2個も被るの。ちょっとこのさ、アプリしっかりしてよ。ということで、エキシビジョンさん。難しそうな子、ランダムに入れます。誘惑虹ランダムやばいな。いきます。この子です。じゃあ次僕いきます。やば。いや、これは当ててもらえる気がする。被るなよ。ラブライバーどうのじゃなくて画力の問題だからね。結局な、今こんな感じ。まあなんとなくわかるんじゃないでしょうかっていう感じですね。やばい、記憶頼りにって結構無理っぽいかも。元の画力ないのにさ、記憶頼りはやばくない。また一個勉強になったね。あれ、うまくね、もしかして。ぽい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 。え、私うまいかもしれん。いや、僕もうまいかもしんない。私の描いた子はこちらです。わかっちゃう。桜内梨子。正解。これは桜内ファンの古株さんによく言われる羽輪内さんが亡くなったっていう。わかる。それは上手ですね。じゃあ続いて私ですか。いや、僕もね、わかると思うんだ。こちら。いません。います。いません。います。いません。います。マジでわかんない。誰か。大阪しずくちゃんじゃないよね。正解。大阪しずくちゃんじゃないってなったら誰だ。これは大阪しずくちゃんじゃん。似てじゃねえ。誰。大阪しずくちゃんです。大阪しずくちゃんはそんなんじゃない。このまつげの子さよ。大阪しずくちゃんだけだろ。最後までご視聴ありがとうございました。よろしければ今年中にチャンネル登録者数10万人を目指しているので、チャンネル登録と高評価の方よろしくお願いいたします。2019年度のラブライブの動きを当ててみたいと思います。メンバーに2人目の有識者、声優での舞台、コミケでゲリラライブって言ってもビッグサイトで、でビッグサイトにしたってことは多分コミケに合わせたライブを計画しとるんじゃないですか。なるほど。2020年の1月にアニメ化します。ミューズが終わってすぐにアクアもアニメ化した。アクアも今物語としては一括りしてるわけじゃないですか。